の代役もアルティスちゃんの世界征服日記かっこ仮第3回。反逆に深い意味はないですよ。かっこいいと思ってつけてみただけです。毎度どうも、アルティスちゃんです。今回もサクッと歌謡界を征服しました。しましたけども、ふと気づいてしまったのですけど、私たち征服した世界の人たちに感謝されちゃってないですか？月曜会でもそうでしたし、火曜会でも。これはまたいつものパターンですか？私のハードラックが発動して悪いことをしてるはずなのに、結果としていいことになってしまうという。まずい、まずいですよ。どこかで軌道修正をしないと。大体シュシュもシュシュです。口ではいろいろ言っておきながら悪いことの一つもできないなんて。いや、でもシュシュはちゃんと世界征服を進めてますもんね。悪さ成分は私が補わないと。次回こそバッチリ悪事を決めてみせます。こうご期待ですよ。大丈夫でしょうか、こんなこと書いちゃって。古代広告にならないといいですけど。の地で我々調査団は胸が巨大生物と遭遇した。シュシュ様、そろそろ水曜館に着くみたいですよ。おー、今回は早かったじゃない。ヒヒ、これが G キャッスル本来の速度なんすよ。本気を出せば世界観の高校くらいあっという間に。つまりリュウトさんは船本来の力を発揮できていなかったということでしょうか。うがっ、今回動かしてるのエルカさんですもんね。見違えるほど速度が上がったの。お前さんにこんな特技があるとはな。ドライビングテクニックは男のたしなみの一つだからね。安全かつスピーディー、そして時にワイルド。これで助手席の女の子は俺様にメロメロって寸法さ。こんなでかい船で助手席も何もないだろう。まあ正直あんたは微妙かなって思ったけど、下僕にして正解だったみたいね。こんなやつ取ったと下ろしてほしいのに。代わりにリュートがまずいことになってますね。立場的にも的にも。そんな、僕頑張るっすから見捨てないでください。どうしよっかな。のんびり喋っていていいんでしょうか。そろそろその船とか結界とか。そういう気配はないね。レーダーには何も映ってないし。レーダーなんてついてるんすか、この船。リュートさん、本当にどうしようかしらね。あ、違うっす。うっかりしてただけで。まあいいわ、楽に入れるならそれに越したことないし。リュートのことは後でゆっくり考えましょう。シュシュ、まだ来ていない。先回り成功。今度はたくさんの下僕を持って帰れる。待っててください、お父様。